手に汗握る戦いが続く P リーグシリーズ2022第4戦。1回戦 E グループはポイントの上積みを目指す3選手が登場。3ポイントの川崎結衣か、2ポイントの中野真理子か、1ポイントの尾上萌香か。シリーズチャンピオン決定戦に向け絶対に負けられない戦い、果たして。1回戦 E グループはポイント上位陣の対戦、制したのは森。スコア237の安藤がワイルドカードで準決勝進出。3位の浅田は16ポイントを持ちながらも次回出場停止となった。そして1回戦 E グループを戦うのはこの3選手。かわゆいポップガール、川崎結衣。前回から引き続き体作りの方はしてきてるので、その成果が出ればいいなというのは思ってます。さらなるレベルアップを求め体幹トレーニングに力を入れている川崎。その成果は気持ちの面でもプラスに働いているという。体作りしてるとこう自信になるというか、自分の弱いところをこう減らしていってる感じがするので、すごくこうメンタル的にもいいなと思ってます。自信を深めた川崎の投球を見逃すな。九州魂全開レフティー中野真理子。中途半端というか、こうすっきりしないゲームが重なっちゃって、全シリーズはキムスルギと並び5大会フル出場と好調だった中野。しかし、さらなるジャンプアップを目指した今シリーズ、第1戦は6ショット落ちで出場できず、その後も1回戦敗退が続く歯がゆい状況となっている。緊張からどうしても体がうまく動かなかったりで、思うよう な気持ちいいストライクが出せないので、迷ってる暇はないので、しっかり投げ切れたらなとは思います。会心のストライクで立て直しを図れ。令和のブレイクガール、尾上萌香。次戦絶対出れるようにするのと、なるべくポイントを多く勝ち上がっていくっていうのを目標に。現在1ポイントの尾上、シリーズチャンピオン決定戦に出場するには今大会で多くのポイント獲得が必要不可欠。まずこの1回戦勝利をつかむためには、返品をこうどう飛ばせるかがなんかポイントになってくるかなと思うので、こうレインを見極めながらボール選択を間違えないように頑張りたいと思います。シリーズ2022第4戦、今週は1回戦 E グループの戦いをお伝えしていきましょう。放送席には矢野金太プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回放送のですね、 D グループが本当に素晴らしい白熱する試合を見せてくれました。今週も3選手には期待大なんですが、どの辺に着目していきましょうか。川崎プロも尾上プロもどちらかというと、はい、外から直接突っ込むっていうかな、うんうん、そういうラインを取るんで、このコンディションには向いてるんじゃないかなというふうに思います。そして中野プロね、はい、左としては小林歩について2人目の登場ということで、ね、はい、左のライン、どんな攻め方をするのかなというところ興味を持って見ています。尾上萌香です。左側のレーン1フレ1投目どうだ。ここは10番がタップします。9本です。実は1回戦 D グループモニターでちょっと見ていたんですけれども、はい、やっぱりみんな浅田選手のスタートからの3本のストライク、後のオープンフレームという、はい、ここはピンアクションで10番まで及びません。9本です。まあでも終わってみればというたれればですけれども、はい、1、2、3とストライク来て第4フレーム第5フレーム、ここのオープンが浅田を苦しめたというか、あそこで持ちこたえられなかったっていう、まあ、結果論ですけどね。そうですね、やはり自分からこうチャンスを手放してしまったような流れになってしまいましたね、うん、川崎唯天品をマークします。
中野真理子。ストライク。伊藤さん、はい、中野真理子ですが、1ゲームマッチの中でタイミングやボールの転がりなど対処できていないところが前回の反省点です。夏頃から練習時間が増えたので、ファンの皆さんにもっといい報告ができるように今日は頑張りたいですねと試合前話していました。ストライク。このゲームのストライクです。ストライクを続けることが大事ですが、と同時にピンを割らない、スプリットをメイクしない、作らないということも非常に大きなポイントになります。川崎優衣、さあどうだ。ストライク。グリコ17アイスハイで6ゲーム目で300のスコアを出し、本当にね、ハマった時の川崎プロというのは手がつけられないところがありますから、タイトルもしっかり積み重ねていって、はい、成長してますよ。中野真理子、ここもストライクです。さあ3つつながりました。中野真理子どうですか、この序盤滑り出しです。はい、ボール選択がすごくうまくいっていると思いますね。うん、1回戦の C グループの3選手が思いのほかスコアが伸びませんでした。はい、そうですね。ストライク。ワイルドカード候補のスコアをちょっとおさらいしておきましょうか。はい、小林芳美221、寺下千佳 A グループでした226、そして直近 D グループ安藤瞳237。さあ、ね、ワイルドカード候補もスコア高い川崎です。どうだ。ここはアットストライク。3選手とも好スタート。このまま勢いに乗るのは、中野、尾上、川崎の対戦となった1回戦 E グループ。3フレを終え、中野がターキースタート。ゲームは第4フレーム。どうだ。ここは、はい、絡まなかったですね。ですね。天ピンまで及びません。9本です。中野真理子。ここでストライクがついえました。はい、中野がね、ストライク3つ続けてて、そして尾上2つ続いて、これが作ると並びます。よっしゃ、ストライク。これは面白い展開になりました。はい、そして中野がまあこれをね、まあ、スペアミスることはないでしょう。うんうん、その次の川崎がやはりストライク2つ続いているので、3つ目来たら、はい、また並びます。中野第4フレーム2投目、天秤を正面からマークします。さあ第4フレームに向かうのは3番手川崎優衣、2フレ3フレストライク。ここで3つ目を重ねてくれば並びます。さあ思い切って投げた。ストライク。これは高そうな予感がします。はい、点数がね、この E グループ、うん、点数が高そうな予感のする出足ですね。まあ、川崎優衣自身が戦う前にハイスコアを私は目指しますということも言ってくれました。力強いコメントも伝わっています川崎です。中野真理子第5フレーム1投目、どうだ、縦回転。今のはどうなんでしょうか。はい、今のはリリースミスですね。はい、狙ったラインよりも内側のラインに行きました。あそこ行くとね、オイルが多くて曲がらないんですよ全然。ちょっと今のはね、まあでも9本カウントで本人としてはほっとしたというところじゃないでしょうか。うんうん、なるほど。この尾上か、一回ここで軽く膨らんでいきます。これは天秤まで及ばない、9本です。まあ、この3選手ともに戦前の話を聞くと、天秤が残るのはもうある種当たり前というふうに考えているというところもニュアンスとしてありました。おおおお、
1回ボールがちょっとバウンドする形になりましたが珍しいです。対角線上に行きます。尾上天ピンをマークします。さあここで抜けてるチャンスですね、はい、川崎プロがね抜けてるチャンスです。ストライクラッシュとなったこの試合、果たして4連続ストライクの川崎がトップを走る1回戦 E グループ。ゲームは第6フレーム。中野真理子、いい感じだ。あ、平行ピン、ベビースプリット、真ん中を通すパーセンテージの方がメイク率は高いはず。尾上萌香です。第6フレーム1投目、ここも天品が無情にも残ります。ベビーのスプリットですが、これ真ん中をきちんと通せるかどうか。はい、取りたいですねこれはね。いけるか、どうだ。ここでオープンフレーム、第6フレーム、痛い痛い。オープンフレーム、10番ピンをマークします。まあ、ちょっと気の早い話なんですが、はいはい、あのワイルドカードで今2番目が寺下プロの226、はい、これを上回れば、うん、上回って2位であれば、はい、ワイルドカードとして残れるわけですよね、はいはい、そうするとね、この下一桁の数字が、おー、なるほど、うん、6を下回りたくないっていうのがあるんですよね、うんうんうん、さあどうだ川崎。よっしゃ、もうこの形になった時の川崎は本当に強いですから ね気持ちとそしてボールに迷いがないんですよね、はい、2,3,4,5,6 フレ5つストライクを重ねた川崎優衣。中野真理子、ちょっと嫌な流れになっている。どうだ、持ってこれるか。ここで来ないと、今のはね来てもよかったんですけど、これがやっぱり流れっていうものなんですかね。尾上萌香です。綺麗に10番当たる、よっしゃストライク。今のは綺麗に転がしました ね、はい、ちょっと前の17番レーンとの攻略ライン取りを少し彼女も変えましたね。そうですね、あのでなおかつ少しあの転がりを回転数を増やしたというかスピードを気持ちを落として、はい、よかったですよ、うん、中野真理子、ここはきちんと10番ピンを正面から払っていきました。ワイルドカード安藤237、一番いいスコアを持っています。その後が寺下ちか226、そして小林よしみが221。この1回戦 E グループ1番で勝ち上がっていくことが理想ではありますが、川崎、おー、ストライク。ここなんですよ、いやー、ね、勝負のあや流れ引き寄せ自分の形を得意パターンがあるっていうのは本当強いですね、プロとしてね。やっぱり自分の得意パターンがあるっていうのはやっぱりそのパターンになった時に優勝のチャンスが来ますからね。中野真理子、もう一回ストライクをここで、うっと今度はピンを厚く払っていった形か、はい、いや今のがね薄め薄めと続いたので、しっかりと厚めを狙ったゆえのこの残りピンということですね。左投げの6番8番というのはもう攻めた結果の残りピンなんですよね。よくあるパターンですね。さあここで尾上プロストライクをつなげるとワイルドカードへ、はい、うん、ワイルドカードやっぱり220台の中での下一桁の勝負になりそうですね。中野トライしに行きます。よっしゃ、中野にとっては攻めた結果のスプリット、
払いに行ったメイクしに行ったんですがテイクワン一人だけちょっとスパイラルが負に入っている感じがあります。川崎優衣ちょっと熱いか。よーしストライク。7連続ストライクの川崎このまま逃げ切るのか。1回戦 E グループは8フレを終え7連続ストライクの川崎がトップ。迎えた終盤第9フレーム。さあ中野払拭したいこの流れ。これも9本ですね。いや今の投球も悪くないですよ、まあ、本来中野のボーリングであるし、はい、流れ転がり方ローリングもそうなんですが結果あと一つ何かが欲しいというところですね。さあカウントダウンとかは、ね、嫌ですから、まあ、できればもうストライクを出したいところですよね。ちょっと外に出した、うん、ストライク、まあ、あのやもやかもちょっと1番3番のストライクゾーンが、はい、まあ、さっきよりはこの終盤に向けて広くなってきているような気もします、はい、まあ、やっぱりこの2人のライン取りというのはこういう形のコンディションの時にはあの強さを発揮しますよね、うん。中野大事に行きたい。ここはマークしています。辛いですね中野精神的に。うん、思うようにスカッと晴れる一発が出ないというのがタキースタートだったんですけど ね。一方川崎第2フレームから第8フレームまでストライク迎えて第9フレームどうだ。ここは中盤に行かなきゃいけないピンが上に飛んじゃいましたね。このレーンの上の方に行きました。時速28キロが破壊する9本のピン、ピンアクションで持ってこなきゃいけない1本が天井の方に飛んでいってしまいました。スペアの1投もすごく練習してましたね。スペアが大事、ノーミスが大事、オープンフレームをしないというのはまあもう言わずもがなんですけれども、そこもすごくマネージメントしている川崎優衣です。さあ中野この辺りで欲しい。うわー今度は微調整して、うん、はい、そうですね17番レーンの方ね薄め厚め薄めとねやってるんですけれどもというところですね。さあ尾上プロ全てストライクを持ってきて、はい、258で川崎プロにプレッシャーを与えたいところなんですよね。これはビッグゲームになりそう。尾上萌香です。来るか。うわここに来て7点嘘だ。ちょっと待ってください。これワイルドカードがちょっとまた微妙になってしまいましたね。中野、中野はテイク2、ここもオープンフレームになってフィニッシュです。さあ7点10番ピンに向かっているテイク1です。ということは224で尾上萌香フィニッシュということで寺下のワイルドカードでの準決勝進出が決まりました、うん、川崎どうだ。おっとここも天品が残りました。257、はい、ナイスゲームですね、はいはい、そしてワイルドカード候補最後ねどうなるかというところですね。次回 F グループの戦いに持ち越されます。ストライク連発の川崎が2大会連続の準決勝進出。スコア224の尾上がワイルドカード候補3番手となった。そして A グループの寺下が安藤に続きワイルドカードを獲得した。この結果川崎が6ポイント尾上が2ポイントに。中野は2ポイントのまま次回出場停止。今シリーズを終えた。ターキーをうまく活かせなかったというか微妙にやっぱり曲がりが甘かったりしてたのをやっぱりこうちゃんと見直して対処しないといけなかったんですけど全部なんか裏目裏目で
はい、全然ダメだったなってなんかもう反省してます。ワイルドカードが微妙ですよね。今3位ですよね、はい、最後セブンテンじゃなくてスペアでよかったんですよね。いやマジでどっちか倒れてほしかったんですよ。どっちかでよかったんで倒れてほしかったんです。あリリースがうわちょっとなんか甘いなって思ったらこうパーンって残ったので、あ、まあ、まあそうだよなっていう感じはするんですけど、結果次第ですね。結果待ちですね。 Pリーグはストライクをいかに続けるかってすごい大事だと思うんで、それをこう一生懸命考えて投げてるんですけど、7連続続けたことは自信になります。続けて